はい、どうも、トラキチの無課金覇王ロード阪神純正編です。今日でログインが、417日目ですね。はい、今回はですね、現在2020年8月7日の15時26分なんですけども、ちょっとお知らせの方を見てもらいたいんですけども、イベントが新イベントピースを狙えということで、まあこれねちょっとやったんですけども、まあ、僕もあまり分かってないんですけども、後でちょっと見ます。はい、選手追加が、2020TS 第5弾新登場ということで、このアカウントね阪神純正だけでやってるんですけども、阪神は久慈コーチですね、久慈選手来ました。はい、ショートですね。能力の方ちょっと見たいなと思うんですけども、守備がショート A、弾道グラウンダーミート70パワー58走力69ということでね、守備がショート A ということです。素晴らしいですね。82捕球74スローイング70肩が47ということで、まあ、守備の人ですね。まさに守備の人という感じですけども、今回第5弾ということで、購入4回目は S ランク1チーム TS 第5弾1人確定ということで、まあね40連で、久慈選手ですか、久慈コーチ取れるんですけども、まあ、こうミート70パワー58走力69というのがね、まあ、守備はねもうピカイチなんですけども、ちょっとまあ厳しいかなと思いまして、今回はちょっとスルーしたいなと思います。はい、TS 第5弾久慈選手スルーします。はい、ということでですね、新イベントピースを狙いなんですけども、ちょっとね、まあ、V ロード3試合ぐらいやって、で今この阪神のとこ2個光ってて、中日のとこ1個光ってるんですけども、まあ、こういう感じでやっていくんですかね。こういう感じになってます。はい、これで全部埋めていくっていう感じなんですかね、多分。僕もちょっとあんまりよく分かってません、正直。でこのピースショップで僕一番最初に、セリーグ、これですね、セリーグボックスピース3枚入り、これを取って、先ほどの、阪神2つ、中日1つにこうランプついたっていう感じですね。はい、まあとりあえず V ロードやってね、このピースショップでなんかこんなん交換していけば、ドリンクこの辺もよくちょっと分かってないんですけども、とりあえずはそういう感じでやっていけば、試合こなしてねやっていけばいけるんかなと思ってます。はい、まあもしかしたらまあ効率いいやり方とかもあるかもしれないんですけども、僕あんまりそういう結構大雑把な人間なんでね、そういうのあんまり気にしてないんで、まあ、とりあえず試合こなして、累計のねこれですね。はい、一番下にあったと思うんですけど、はい、累計ピース100枚で S ランク TS 契約書第5弾がもらえますんでね、これをきっちりもらえれば、まあ多少ねエナジー使おうが効率悪かろうがいいかなと思ってます。はい、すいません。はい、でカード完成報酬で下一番下に12枚で A ランク自治 TS 契約書、これもありますんでね、この辺、まあ、きっちりもらっていければまあ、多少のエナジーの消費はいいかなと思ってます。まあ新イベントなんでね、ちょっとよくわからない部分もありますけども、手探りですけどね、まあ僕は V ロードでとりあえず3試合回ってこの状態になってますんで、まあ、そういう感じです。はい、すいません、あんまり説明うまくないですけども、はい、それではですね、今回は、契約書引いていきますね。はい、ゴールド契約書5枚だけなんですけども、開封したいなと思います。1枚2枚、3枚4枚5枚。はい、このアカウント阪神純正だけでやってますんで、阪神の、まあ、A ランク選手ができれば S ランク選手来てもらいたいなと思ってます。それではいきます。ゴールド契約書5枚お願いします。S ランク来い。おお、渋い。いや渋いな。燃えろ燃えろ。うーわ、はい、もう見事に B ランクっすね。もう最近あかんなこれ。はい、ゴールド契約書5枚全部 B ランクでした。はい、今回こんな感じです。まあ新イベントちょっとピースを狙い、手探りですけども、ちょっとまあとりあえず試合 V ロードとかね、あの辺もあってチャレンジカップはまあ終わってますけど、試練とかね、試練とかでも多分いけましたよね。多分ちょっと読んだら書いてたんですけど、試練は生きたかな。
どこに書いてんのやろ。どっかに書いてましたよ、試練もいける。まあ多分試練、適当なこと言ったらダメですよね。これに書いてるのかな、リッチを稼ぐ、リッチを稼ぐを押せば V ロードに行けますんでね、まあ、もしかしたら V ロードだけなんかな。ちょっと待ってくださいね、ごめんなさいね。うん、どこ書いてますこの時間すいませんね。ですね、どこ書いてますこれ、ピースショップ、これちゃうな、どっかで見たんですけどね俺。厳しい、ないぞ、どっかあります。リッチとは、リッチは V ロード試練チャレンジカップで、試合をすると勝敗にかかわらず100枚獲得できます。これですね、ここ書いてますんで、まあ、V ロード試練チャレンジカップでもらえますんでね、それやっていこうかなと思ってます。はい、すいません、ちょっとグダグダになりまして、今回はこんな感じです。まあちょっとね、新イベントなんで、手探りでやっていこうかなと思ってます。はい、まあ今回こんな感じです。また動画あげますんで見ていただけるとありがたいです。以上、虎吉の無課金ハオロード阪神純正編でした。